こんばんは。今日はお見返しを書こうと思います。お見返しも秋の七草の一つですね。黄色の小さな花がより集まったお見返しなので、今日はまた傷んだ筆を使いたいと思います。その筆に薄い黄色とオレンジ色に近い黄色を端と端とに塗っています。これで描いていきたいと思います。すごく簡単です。適当にトントントンと付けていきます。次は茎ですね。真ん中の茎から それぞれ適当に伸ばしていきます。これで茎ができました。あとは葉っぱです。細い葉っぱです。それでは最後にいつものように落款を押します。はい、お見返しが書けました。